トイレから戻ってきて、トイレにギャングおったでみたいな。この時ねもうぐちゃぐちゃすぎて、ただ投げて遊ぶみたいな。おもろかった。街中をスプレーのり片手にポスターを貼るっていう。今回僕らは3日間、メンバーは社長西森さんと俊さん、川上さん、俵くん、俺かな、あと夏希くん忘れてた。 LUA がちょっと1周年だったんで、そのレセプションに行くっていう。25日に昼のフライトで飛んで10時間のフライトかで、朝の8時ぐらいに着いたのかな。そこから1日目初めてお店行ったり、その日の夜はまあ向こうのメンバーとかと交流したり、まあ夜遊んだり。2日目ちょっと時間あったんで、まあ、せっかく LA 来たんでちょっと観光、まあ、ビーチとか行ったりとか で3日目がそのメインのパーティーで、もその次の日にはもう日本に飛ぶっていうスケジュールでした。まず空港合流。みんな寿司食べんのかな。これ一発寿司食って、やっぱ最後日本食を収めたい感じかな。でそっから飛行機か。俺ら結構お酒飲むから、なんか全員通路側みたいな感じでなんかばらけてる感じなんだけど、西森さんの横2人が誰もいなくて、そこに川上さんと俺でこの飲み用意、やっぱ機内でも飲むっしょみたいな感じして、レンタカー借りるからレンタカー屋さんが迎えに来てて、でそっからさっき送った動画、社長の運転で LA 来たわみたいな。めちゃめちゃみんな飛ばすし、車線とかも5、6車線ぐらいあるんですよ。みんな運転超荒いよねでダウンタウン、うちのブラザーズがあるとこ近づいてきて、でとりあえずその LA 店の向かい側の中華行こうってなって、原さん目の前にいる中に俺ら普通に中華料理屋に入っていく、店来るっしょみたいな感じだったんだけど、なんかもう腹減ってたのか分かんないけど、速攻中華料理屋に吸い込まれていって LA の中華かな、 LA で食うからうまかったのかもしれないてな感じで、最初腹ごしらえしての LA 向かい側か、初めて店に行って、そうだね、まあ、写真では見てたけど、あこれ本物かって感じ。でもすごい店もかっこよくて、その例えばスーパーとか行ったりとか、君らそのバーバーショップの子たちでしょみたいな感じで、だからそれってすごいコミュニティがその辺で出来上がってんのかなって、かなり溶け込んでたと思うし、やっぱそれって原さんがこの1年間で作り上げたコミュニティなのかなっていう。その後エアビー部屋チェックインして、部屋の写真がね俺ないんだな、キッチンしかないの。川上さんがキッチンで料理してるやつ、二手に分かれてリビングとベッドルーム2つあって、風呂も2つあるみたいな。で一旦チェックインして、あその後店戻って、店の周りを散策しようってなって、電線にこう靴がこう干してあったりとか、その辺まあバーッと見て、で1日目は普通に店の横のご飯屋さん、なんて言えばいいんだろうね、ワインとかあるレストランみたいなとこで1日目そこで飲みつつ、西森さんがいつも言ってその店の前にフードトラックがあるからって言って、そこのブリトーがうまいんだわつって食って、でその日は向こうって2時ぐらいまでしか夜やってないの、お酒提供できないから、あの日はレゲエのクラブに行こうみたいな、レゲエバーなのかな、そこは店からちょっと1キロもないけど離れたとこで、なんかそこ通ってる間がすごい面白くて、なんかすごいシアターがめっちゃある。その先行くとなんかひたすらジュエリー通りみたいな感じの通りの奥を抜けたらその店があって、1日目の夜あれだった、周年のポスターを街中に貼りまくろうっていうポスター持って、ちょうどノベルティでバンダナ作ってたから、まあ各々どっかに身につけて街中をスプレーのり片手にポスターを貼るっていう、まあ、一応なんか貼らない方がいいエリアとかあって、その店の周りとかのその辺の店とかに貼っちゃったらまずダメみたいな。スプレーのりバーってやるのが貼ってて、ちょうど警察が来たのかな、警察が来てなんか電柱とかに貼ったら捕まるから、なんかその辺の多分工事中のそのなんだろう壁みたいな、そういうとこには貼っていいよみたいな。それで川上さんのジャケットがスプレーのりでいい感じに仕上がるっていう西森さんのふざけがあったと。そうそうか、その後にクラブ行ってみたいな感じ。1日目はそんな感じで終えたのかな。それで2日目は1日目に行きたかった飯屋さんかに昼行こうっつって、ここでまずみんなで飯食ったかな、ダイナー。ここはすごいなんかアメリカって感じだったね、飯も。俺らはハムステーキとかパンケーキとかみんな食えてなかったけど量が多すぎて。で2日目が自由行動があったから、本当はそうだロングビーチとか行きたかったんだけど、ちょっと夜からまた
スケジュール入ってたから、近場で行けるサンタモニカとかベニスビーチ2、30分ぐらいで行けたのかな、車で。夜はその後みんなで飯食おうってなってて、カニの店、こっちでいうダンシングクラブみたいな感じ、めっちゃ手づかみのところで飯を終えて、で2日目の夜はどうする、何したいってなった時に、よくそのボスたちがすごいクラシックなボーリング場に行ってたんだけど、そこやっぱ俺らも行ってみたいなっていうことで、そこはでもちょっと街から外れてたのかな、車で2、30分ぐらい。ハイランドパークボールじゃなかったかな、建物とかすごいなんか味がある感じで、こういうとこからも多分ブラザーズの店の要素にはなってるのかな。意外と日本勢はちょいちょいうまくて、意外と向こうの人たちやんないのかなみたいな。田原くんうまかったな。この時ね、もうぐちゃぐちゃすぎて、誰がどのレーン投げてるかちょっとわかんない、ただ投げて遊ぶみたいな。おもろかったよ、もうレーンとかオイルあるんですかぐらいな感じのスカスカな感じだった。最終日、夜はレセプションだったんで、昼間 PCR 受けに行って、ちょっとだけ買い物しよう、スーパーってめっちゃ大きいんだけど、なんか俺と田原くんはスーパーで買い物したんだけど、川上さんがお腹痛いからずっとトイレ行ってて、トイレから戻ってきて、トイレにギャングおったでみたいな、マジっすか、実際にそのギャングっぽい子とか俺ら会ってないから、ギャングトイレ何してたんすかみたいな、なんかヘアカラーしてたみたいなトイレの洗面台でブリーチしてたみたいな、その後中国人カツアゲしてたっつっててそうちゃんとやってたんだなと思って、マジなカラーギャングじゃんみたいなそれは結構ウケたな。川上さんは大丈夫だったっぽい、そこが心配だったけど。でその日の夜はもうレセプションっすね、めちゃめちゃ人いたし、6時からお店では10時までか、カットしてるメンバーもいたしみたいな、みんなでわちゃわちゃやってる、あと DJ とかいてとか。店だったけど店前にそのセキュリティつけて、俺らも ID 見せなきゃいけない、結構やっぱセキュリティ厳しかった。で近くのホテルで、ホテルの屋上かで、また二次会パーティー、人すごかった。2フロアぐらいと、あと外にまあテラスとプールとかあって、プール落ちたら絶対怒られるからって、振りじゃなくてマジで落ちんないから。が終わってみんなで歩いて帰ったか、この歩いて帰ってる時がすげえなんか LA っぽいなっていう写真が、それとこのヤシの木があって、なんかほぼグラセフみたいな世界が、めちゃめちゃこの道グラセフじゃんみたいな、ですごい言ってた。あとなんか霧がすごいね夜って、不思議な感じ、日本にはないよね。でも俺らの LA の旅は終了、帰りはさすがにもうみんな爆睡っていう感じです。昼に着いたからで、みんな解散して俺は出勤してって感じで、だいぶハードそう3日間だったんですけど、またその後残ってるメンバーの3日間か4日間すごい楽しそうな、また続きもあるんで、ぜひチェックしてください。ありがとうございました。